さあ、私も人のことは言えないけど、やっぱり心根の部分かな。伊勢神宮には心根、いろんな心根の人やってくるけど、でもまあオリンピックはオリンピックでそこの経済効果っていうのがあるから、全てがね、全てがその国会がやってることとか舛添が言ってることとか、全部が全部悪いことだとは私も思わないし。